いや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 、最高ですね。ほら、完璧じゃないか。どうも、炎上料理研究家です。噛みました。ということでですね、今回はですね、何かと炎上しがちな私なんですけども、そんな僕を元気づけるためですね、このレシピを引っ提げてきました。至高のスタミナ丼でございます。思い浮かべるのやっぱあそこですよ。伝説のスタ丼ですよね。まあ僕にとって、スタミナ丼ってあれなんですけども、かなりですね、僕の中でのスタミナ丼っていうのがもう固まってきまして、最高にもうガッツの出るですね、ガッツの出る、元気の出るですね、レシピができましたので、マジで米めっちゃ食えますから。お肉もお野菜も入ってますんで、これ一食です。昼とかは超実用的、超簡単、至高のスタミナ丼を作っていきます。リュウジのバズレシピ。材料、まず豚バラ 150g、 もうスタ丼ですから、お肉がっつりいきます。はい、 150g 豚バラがいいですね。あの、こま肉とかでもできないことはないんですけども、バラの方が柔らかくて脂身もあるんでね、がっつりした味わいになる。あの、まあなければロースとかでも全然大丈夫です。長ネギですね。で、これが大体 40g なんで、半分の1本ぐらい。あと、ニンニク1かけですね。ご飯、僕は、至高の白米っていうのをね、冷凍してますんで、至高の白米を今回使っていきます。皆さん、パックご飯でも、普通のご飯でも、ご自身、白米を用意してください。卵1個。あと、付け合わせに、ちょっと今回、たくあんを用意しました。もう切ってあるやつです。はい。調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてください。今回はやっぱね、スタミナ丼ということはですね、作る時にもやっぱスタミナいるんですよね。なんでですね、まず私にスタミナをつけていきたいと思います。スタミナをつけるやり方っていろいろあると思うんですよ。皆さん個人個人でスタミナをつけるっていろいろあると思うんですよ。私のスタミナのつけ方はこうです。アルチューマシン集合、ほぼこいつ2日ぶりの酒ということで、やっていきたいと思います。いただきます。みんなついてきた。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、おにんにくね、おにんにくは皮むいといてください。これね、後で削りますからね。長ネギはね、こういう感じで斜めスライスです。青いとこと白いとこはどちらでも構いません。上の方でもね、真っ白のところでもどちらでも結構ですんで、はい、斜め切りですね。はい、半分ぐらいに切れてるものをですね、でこれはもうこのままでいいです。あとでちぎって入れます。ご飯で温めていきましょう。このご飯はね、僕が炊きたてのものを 200g に計量して粗熱取って冷凍庫に入れたものです。このやり方やるといいですよ。1回に5合ぐらい炊いておくんですよ。全部これにしちゃう。そうすると好きな時にいくらでも炊きたてがレンチンで食べられるんで、噂によると小麦が高くなってくるらしいんで、いろんなね、世界情勢のあれでね、多分ご飯を食べる機会ってすごく増えると思うんで、これね、覚えておくとめちゃくちゃいいですよ。3分30秒から、4分ぐらいで解凍されますんで、これあるとね、いつでもご飯食べられる。じゃあやっていきたいと思います。本来のスタ丼とかって豚肉をあらかじめ茹でてから一緒に炒めたりするんですけども、今回はね、やりません。なんでかっていうと、茹でるとね、油結構抜けちゃうんですよね。スタミナ丼はね、適度な豚の油がご飯に絡まってうまいなっていうところもあると思うんで、僕はあえてしないです。ラードなければサラダ油でもいいです。はい、でもういいんですが、ラードの方が大体ね、5、6センチぐらいね、入れてください。はい、ラードの方がコクが出ます。で、あまりにも油が出すぎた時は、皆さんね、油はちょっとキッチンペーパーかなんかで拭いてくださいね。これね、豚バラとかを炒める時も油って基本は引いた方がいいんですよ。なんでかっていうと、油をあらかじめ引いていくことによって豚の油も出やすくなります。油を使った方がむしろお肉の油はこの油に誘発されて出てくるんですね。カロリーが気になる方は取ってもいいんですけども、正直カロリーを気にする人はスタ丼食べちゃダメです。スタ丼の場合はご飯って結構ほら柔らかいじゃないですか。だからそこにカリカリの豚が乗るとやっぱりね、豚の感じがすごく出ちゃって、スタ丼っぽくならないんだよね。この豚バラはそんなにパリッと炒めなくて、軽く焦げ目がつくぐらい、長ネギを入れていきます。はい、パラパラっと。はい、こんな感じですよ。皆さんどうした？お食第一です。で、火加減はね、中火ぐらいで全然大丈夫です。はい、甘みつけていきます。お酒、香りです。醤油は味ね。味の素、豚では出ない、グルタミン酸の旨味1、3、4、これを入れていきます。ちょっと辛みで豆板醤、これ重要です。コクと辛みがつきます。蜂蜜です。
蜂蜜ねえよって方は砂糖でもいいんですけども、蜂蜜の方がねいい香りがつくんですよ。蜂蜜入れてください。甘み非常に重要です。蜂蜜があるとね非常にね深い味のスタートになります。全体的に混ぜてください。煮絡めるみたいな感じですね。これすんねんね、はい、お、一かけ分ね、まあ、だいたい 5g とかかな。で、ニンニク入れたら少し煮た方がいいです。ただ僕はニンニク大好きおじさんなんで、ニンニク大好きおじさんはガーリーな香りで、うん、いくらでも飲める。あー、うまい。黒胡椒はね、まあ豆板醤とかもあるんで、もう本当にパラッとでいいです。はい、はい、こんな感じでございます。汁気はね、ちょっとあるぐらいでも全然平気です。なぜかと言ったらご飯に吸収されるんでね。まあここで味見していただいて、温めたご飯にのせていきます。そう、熱湯に持っていきます。はい、やっぱスタミナ丼って言うとね、これだけでも美味しいんですけども、ここに海苔があるとね、これですよ。ああ、いいですね。いや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 、最高ですね。ここはね、汁も全部入れちゃってくださいね。片くあんはここら辺、ここら辺に、はい、卵白はちょっと取ってみます。ほら、完璧じゃないか。ということで、至高のスタドの完成です。それでは、いただきたいと思います。いただきます。いっちゃいましたね。お肉たっぷりですからね、これね。卵白入れるか入れないかは個々のお好きなようにしてください。僕は卵白を入れる派です。おお、これだよ。うん、うん、この味の濃さがいい。卵入れないとちょっと濃いかもしれないから、汁を入れるの調整した方がいいかもしれないですね。合うね。酒も合う。ここに3体のポケモンがあるじゃろ。人影かな。てか全員人影じゃない。今回はラー油にしましょうかね。ごま油の香り入ってないね、これ。どうなってしまうのか。ポケモンの3種の正解はゼニガメですからね。じゃあいただきます。うん、ラー油神。このラー油の香ばしさと辛みが非常に美味しいです。もうハイボールがずんどこずんどこ飲めます。はい、ということで徹夜です。ありがとうございます。卵白いく派？いや、なくてもいいよ。ない。先生、いただきます。はい、うまい。ピザ丼だわ、これ。え、何言ったの？スタ丼だ。いや、スタ丼だよ。すごいね、濃厚に作ったね。豚バラも結構入ってるし、前のスタドも作ったんだけど、やっぱりね、やっぱりその豆板醤と蜂蜜かな。ラードの油も結構効いてる。そしてここに3体のポケモンが全部火タイプだけど、ラー油だね。ラー油って、うん、ラーの油で、これリザードンからメガ進化するから。うんうんうん、こっちの方が好き。全部味が調和してすごいね。さすがスタドンマスター。スタドンマスターに俺はなる。でも最初のポケモンはゼニガメだから。ゼニガメでお願いします。いや、もうゼニガメで。ゼニガメでお願いします。ゼニガメでお願いします。途中で拾えんの、だって虫ポケモンとピカチュウしかいない。いや、それは全国のねポケモンファンにこう。いやいやいや、全国のポケモンファンは赤緑のことを覚えてない。俺は鮮明に覚えてる。全国の35歳、36歳、37歳に聞いていこうかしら。あ、そうだ、そうだね、うん、そこら辺やっぱり絶対ゼニガメだと思う。もう本当にもうアンケート取ってもいい。最初のポケモン誰ですか、うん、ゼニガメ。でもゼニガメにするとカメックスがちょっとあんま可愛くない、ね、うん。